79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Tuesday.皆さんこんばんは。本日火曜日のハロードライブハロドラはグレーなピンククレスの夏焼みやびと肌色なピンククレスの小林ひかると黄色な椿ファクトリー尾形理沙の3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、ということで今回のテーマはですね、はい、工藤さんからのテーマで、うん、嫌いな色はというテーマだったんですけれども、うん、嫌いな色ってなんかそれ意外と難しかったね結構3人とも考えちゃったもん ね、うん、ね、意外と思いつかないですよね、うんうん、まあ、ミヤはあえて言うならっていうので、うん、グレーにして、うん、まあ、可愛いか可愛くないかで言ったら、まあ、可愛くない方だなっていう選択肢でグレーにしました、うん、沈んでる色ですもんね。そう、うん、あんま着てるイメージないかもしれないです、グレー。本当？なんかスウェットとかはグレーよく着るのよ。あ、着てましたわ。着てるの、まあ、別に着なくないし避けてる色ではないんだけど、うん、まあ、パッと見た瞬間にまあ、ピンクとか赤とかブルーとかはやっぱ可愛いっていう印象とかポップっていう印象があるけど、グレーはポップな印象はないから、あえて言うならグレーっていう選択肢だった。なるほど、うん、私はあえて言うなら私もなんですけど肌色かなと思って、確かになんか肌色、まあ、肌の色だから馴染みはあるけど、なんか別に服とかでも取らないじゃないですか、裸に見えちゃうしでも今日着てるのベージュだよ。あ、そう、あ、そっか、肌色っぽい色、ちょっと嘘ついてるみたいな全然着てましたけどね、はい、そういう感じですね、うん、まるちゃんは。私もすんごい悩んだんですけど、うん、黄色にして、はい、なんか、なんで自分で黄色をこう着ることがない。あ、普段やっぱり服で選びません。まあね、確かに確かにね、黄色自分で着ててあんまり嫌だなって思っちゃう。色は別に嫌いじゃないですけど、あ、まあまあ確かに自分に合わないなって思いました。そういうのもあるよね、うん、ということで火曜日はこのメンバーでお送りしていきます。最後までお付き合いください。まず最初のコーナーは火曜日限定コーナー、本日は天使のピンクボイス、それ言ってあげる。おい、このコーナーではリスナーさんから言ってほしいセリフを募集し、私たちがリクエストにお答えしていただきますお答えしていただきます逆に私たちが答えるんですけどねはい、セリフはですね、応援、慰め、愛のささやき、おまじない、何でも OK。 では早速紹介お願いします。はい、まずはこちらです。ラジオネームひでこんさんからです、はいはい、火曜ハロドラメンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。先日会社の健康診断で血圧が高いと言われました。まあ、うん、すぐに病院に行ってくださいと言われたのですが、ね、病院嫌いな僕はなかなか行く勇気がありません、うん、そこでお願いなのですが、病院に行きたくなるような言葉を尾形理沙ちゃんに言ってもらえないでしょうか。うん、なるほど。そうです、私だけですかね、これ。これはね、はい、そう、まるちゃんだけに、私だけに言ってほしいということなんですけど、はい、まあ、実は下の方にですね、ミヤとヒカルは、はい、あくまでというのが、実は書いてありまして、はい、ちょっとこれを、まあ、まずはじゃあ天使のまるちゃん、そうですね、わかりました、お望みのまるちゃんから、はい、そうですね、言ってみましょうかいいですか、どうぞ、はい、いきます。ねえひでこんさん、病院行った方がいいよ、絶対。だって私あなたのことすごい心配だもん。早く良くなってね。かわいい。ちょっと分かんなくなっちゃって。ね、ね、ねのためがね。ためがいいですね。よかった。難しい。かわいい。こういうのがやっぱ嬉しいですよ、やっぱり、うん、天使のね。キュンキュンしますね。はい、これ絶対行くでしょう。うん。じゃあ悪魔お願いします。悪魔。悪魔ね、これどっち系に行く？そのきついけどちゃんと行けよっていう、行きなさいよっていう方なのか、はい、もうがっつり悪魔でも2パターン欲しいですね。じゃあ私普通に行けよって言いますね。わかった、悪魔で。でいいですか。はいいいよ。じゃあ私先に行きます。はい、どうぞどうぞ。行けますね。おいひでこんさん、病院行かないと家に波くじ出るぞ。噛んじゃった
どういうことちょっとまず悪魔なのにちゃんとヒデコンさんとさんっていうところね、丁寧さが出てしまってね、すごい。ワイルドポイント。そして噛んだところ、はい、波くじっていうのを説明してもらっていいですか、お願いします。なめくじと言いたかったんですけど波くじと言ってしまいました。ちょっとどういうこと、病院かなかったら波くじ出んの初めて聞いたんだけど。だからちょっといたずらするぞっていう意味だったんですけど、ちょっとあんま伝わらなかったですね。じゃあいたずらするぞでよかったよね。素直に。もうまさか波くじっていう。波くじ。いやですね。やだ。じゃあ私はじゃあもうがっつり悪魔で。はい。その生きなさいという方ではなくて、はい、そういう優しい言葉かけない。はい。がっつり悪魔でいきますね。はい、じゃあお願いします。はい。いきます。あ、ヒデコン風邪ひいたんだ。へえ。まあ行きたかったら行ってもいいと思うけど、自分の体だし自分でどうにかすれば。冷たい。はい、ということで悪魔の声を届けました。でも逆にこう言われて、うん、なんでみたいになって行くパターンもあるかもしれないし。まあ、でもやっぱりまるちゃんのね、それが行った方がいいと思います。はい、ということで続いていきましょうか。はい、続いてはこちらです。ラジオネームガシンさんからです。はい、火曜の皆さんこんばんは。こんばんは。今日お願いしたいセリフは、おやつの時間だよ、早くしないと食べちゃうぞ、ポテト系のお菓子を1本食べる、うん、そしてて食べちゃったですということで、ポテト系のお菓子は棒状でもチップス系でも構いません、うん、また咀嚼音の出し方もそれぞれの個性を出していただけたら幸いです。それではということなんですけれども、なるほど、うん、結構指定がちゃんとありますからね。うん、ってことでお菓子がね、お用意されてるんですよ。やったやった、じゃがりことポッキー。そう、ポッキーってポテト系なのかな。確かにポテト系じゃないけど、まあ D 的にはそのまあ食べやすさと、ね、だって可愛いよこれ、ハート型なんだよ、ね、え、ポッキーの色もピンクなの。ピンクですね、しかもハートになってるんだ。うん、今言ったよ。それを今言ったの2回目すごい急にあ、ハートだとか言ってあれれれ、自由ですね、みんな自由ですよ、本当にもう。いや、面白い。はい、じゃあまるちゃんからいきますか。はい、私から。はい、どっちがいいですか。あ、どっち、じゃあ好きな方選んで、お菓子。あ、でもすごいいい匂いする。いちごめっちゃ食べたい方でいいですか。いいよ全然。じゃあじゃがりこで、どうぞ。いきます。はい、おやつの時間だよ、早くしないと食べちゃうぞ。え、食べちゃった。かわいい。かわいい。そしてめっちゃいい音するね。めっちゃいい音した。めっちゃこれイヤホンで聞いてるとめっちゃすごいいい音。おお。楽しい。楽しんでる。めっちゃ綺麗に聞こえた。綺麗。食べ方うまい。もっぱん。うん。いいですね。いいですね。面白い。うん。じゃあ、いいですね。はい、では次行きましょうか。じゃあ私、はい、私もじゃがりこがいいんですけど、私変な食べ方するんです、じゃがりこ。多分変わってるか分かんないんですけど、うん、ずっとやってるのが横で食べるんですよ。うん、どういうこと。行ってみよう、とりあえずやってみよう。わかりました。はい、行きますよ。おやつの時間だよ、早くしないと食べちゃうぞ。あ、失敗。え、食べちゃった。失敗した。どういうこと、失敗があったの。あの、こうやって横で本当はどうして食べたかったの。半分にしたかったんですよ。半分にこうやって食べて行って、うん、最後食べるっていうのをずっとやってて、小さい頃。何それ。縦に割る。そうです、縦に割る的な。へー、なんでそんなめんどくさい食べ方するの。めっちゃじゃがりこ好きだった。なんでそれの食べ方をしようと思ったの。なんかすごい好きで、一時期小学生の時に、うん、でなんか普通に食べてるのと横で食べるのどう違うんだろうと思って実験し始めて、そしたらなんか面白いなと思って、うん、でなんかそれ結構前歯を鍛えられました。前歯を鍛えるんだ。鍛えるために横で食べたのね。なるほど、美味しいですよ。じゃあ続いていきますね、私。はい、じゃあこの D が用意してくれた可愛いポッキーで音出るかをちょっと試してみよう。じゃあ行きます。はい、
おやつの時間だよ。早くしないと食べちゃうぞ。みんなよく聞いて、みんなよく聞いて。ぶっこんできた。これさ、あ、意外とあれなんだね。多分じゃがりこに比べるとポッキー柔らかいんだね、うん、今気づいたけど、うん、いやいいよ、これ面白いわ、うん、でも美味しいね、ちゃんとすごいちゃんといちごの味するね、うんうん、これポッキー可愛いからみんな食べてみて、リスナーさん皆さんもぜひ。安定のじゃがりこもね、美味しいのでね、はい、ということで続いてはこちらです、はい、ラジオネームカンガルーの腕枕さんからです。火曜ハロドラメンバーの皆さん、こんばん。こんばんは。見てこ。初めてメールします。最近とても疲れているので、うん、生きてるだけで偉いと全肯定されたいです、うん、今日も学校に行ってて偉い、駅で左側通行してるの尊敬する、呼吸してるのマジですごいなど、全肯定なメッセージなら何でもいいです、よろしくお願いしますということなんですけれども、なるほど、全肯定してあげましょう、うん、はい、ここはじゃあ天国ですねですね。じゃあ3人ポンポンポンって続けていきますか、うん、そうしようか、はい、じゃあまるちゃんからいきましょうか、はい、はい、では続けていきます、どうぞ。朝ちゃんと起きてるの偉いよ、時間通りに行動できるの本当に尊敬します、まつげ長くて偉い。まつげ長いのかな、まつげ長いのかな、わかんない、勝手に決めつけちゃった。決めつけた。ちょっと、はい、ということで、もうすべて何でもね、うんうん、何でもいいって言ったんで、そうですね。でも本当すごいですよね、うん、人間って。いや、すごいよね。だって生きてるだけで才能ですもん。確かに。そうね。ですよね。うん、本当本当。辛い時は私そうやって考えてます。あ、そう。うん、そうだなと思って。じゃあみんなそういう風にしましょう。はい、はい、こんな感じでこのコーナーではですね、リスナーさんからの言ってほしいセリフを募集しています。すべての宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。初めてのメールも大歓迎です、ぜひお待ちしております。ハロードライブハロドラ、今週の火曜日はピンククレス夏焼きみやびと、ピンククレス小林ひかると、椿ファクトリー尾形梨沙の3人でお送りしています。続いてのコーナーはこちら、ふつおた係。このコーナーはその名の通り、リスナーの皆さんからいただいた質問や、ちょっとこれ聞いてや新コーナーのご提案など、さまざまなお便りを紹介していきます。はい、はい、まずはこちらです。火曜日ネームイエローローズさんからです、はい、ピンククレスの皆さん、尾形梨沙さん、こんばんは。こんばんは。つい最近の話なんですが、用事があって本棚を整理していたら懐かしいものを発見しました、うんうんうん、昔のグッズで時計を買ったら抽選で当たった写真です、うん、夏焼きみやびさんからもらった宝物として、これからも引き続き大切にしていきたいと思います。送付データはその写真です。はい、ありがとうございます。この写真貼ってありますけど、覚えてますか？ね、覚えてますよ。このね、なんかいただいてる写真は赤いワンピースを着て、ちょっとマリンっぽい帽子をかぶってるんですけど、うん、これはハロープロジェクトの夏のライブの時の写真だね、うん、でも割と最近、そう、最近も、最近っていうか、まあ、3年ぐらい前のかな、うんうん、だと思うんですけど、うん、でもなんかまだ覚えてたから、そう、なんか恥ずかしいとかはないんですけど、うん、そう、なんかでも逆にすっごい昔の写真、はい、小学生とか、なんかそういう昔のよくわかんない写真とかだったりと、なんかえってなって、確かにマジなんか恥ずかしいってか、やめてって思っちゃう。うん、そう、何その写真みたいな。なんか自分が覚えてなかったりする写真とか、グッズとか出されるとちょっとえみたいな思っちゃう。確かに、うん。でもなんかこういう風に持ってくれてるっていうのはすごい嬉しいし、でもなんかびっくりしたのが、この時計を買ったら抽選で当たった写真、うん、そういうのあったんだと思って。うん、私はなんか多分これを書いてる時に何のグッズかな、何のグッズかも分かってないで、ただファンの方のお名前とサイン書いてくださいって言われて書いてるから、うんうん、そう、あ、時計についてついてくるやつだったんだみたいなのはいましたね。ってことは抽選ってことは多分少ないんですよね、数。そうだね、うん、でもだったら名前も書いてなかったから、うんうん、多分、うん、だったらもっと大切にしまっておいてほしかったかも。確かにね、たまたま多分掃除とかして見つけたもんね、これね。そうだよね、うん、用事があって
って本棚を整理したらあったんだもんね。そうですよね。なんかもうちょっと用事なかったらもうまだそこにあったってことだからね。なんか額に入れてほしかった確かにねもう多分本とかなんかここまで読んだなみたいなこうしおり的な扱いだったんじゃない、もしかして。楽しい。たまたまその本見た時にあれなんかみやびちゃんいるじゃん辛いなんかなったのかもしれないしね。でもこの後は引き続き大切にしてくれる、うんね、ということで、よかったよかった。大丈夫かな、またなんかの方に入れないかな大丈夫かな、なんかやりそうだな、額にね入れて。まるちゃんはさ、どう、はい、どういうのが出てきたらなんか恥ずかしいとか。いやでも私もあのブログとかにたまにこうちっちゃい時の写真とか載せる時あるじゃないですか、あの本当にちっちゃい幼稚園生の頃とか、うんうんうん、っていうのはなんかあんまりちょっと見られたくないなと思っちゃいます。へー、なんでなんで、恥ずかしい。なんか人生をなんか人生を見られてる感じなんか全部見られてる感じがちょっと恥ずかしい。あ、なるほどね。そのそう思ったらもう私ほとんど見られてるんですよね。ほとんど見られて生きてきてるんだなって思っちゃうね。確かにそうね恥ずかしい。え、ヒカルはさ、やっぱヒカルが一番さグッズとかまださ全然出てないじゃん、はい、だからもうこういうの出てきたら恥ずかしいとかあんまないと思うけど。でもあのオーディションの映像で私めっちゃ泣いてるじゃないですか。泣いてるんですよ、はいはいはい、なんかそれとかはちょっと恥ずかしくて自分ではあんま見れない。確かに映像ってあんまり見れないかも。グッズとかでは まだないですけど、なんか映像ちょっとなんかうわーってなんか思いますね。私ミュージックビデオでさえもあんまり自分の見ないです。あ、そうなんだ。そうですね、自分の顔を見るのがなんかちょっと嫌だなと思って私なんか逆にちっちゃい頃の動画とかをもうさ、こうお仕事やってるからもう記録されてるわけじゃん、ずっと。だから逆に面白いなって思っちゃうの、動画は。写真とかってなんかこうキメキメな感じが嫌なんだよ、私は。あ、なるほど。そう、うわ何このポーズださみたいなえ、何めっちゃ顔決めてるけど全然決まってないよみたいな写真とかもあるし面白い。引き続き大事にしてほしいです、はいはい、では続いていきましょう、はい、ハロドラネームししまるさんからです、はい、ピンククレスの皆さん、リサマルこんばんは。こんばんは。寒さが半端ない季節になりましたね、うん、自分はこの時期になると朝起きても30分くらい布団の中で過ごしています、うん、そこで質問です。皆さんの睡眠時間はどれぐらいですか。また朝パッと起きられる方法があったら教えてください。よろしくお願いします。わかる、わかる。30分ぐらい本当いるよね、布団の中。寒いもんね。寒いですよね。私さ電気毛布を使ってんの、うん、だからもう永遠に暖かいわけよもう冷めないの。でもそれを布団をバッて外すと寒いじゃん、うん、だからまた戻っちゃうの、うん、でまた寝てるみたいなこれはどうしようもないよね。で私も起きて、うんうん、その30分ぐらいいちゃうのは、うん、あの暖房をつけるんですよ、起きたらとりあえず、うん、で温めてる間寒いから分かんないみたいな。気づいたら寝てたりとかすることあるんですよ ねそれがちょっと嫌だ、うん、でも私最近1回だけ湯たんぽ使いました。へえ。なんか全然湯たんぽね、うん、使わないんですけど湯たんぽめっちゃあったかいなと思って。あったかい、すごい。でもたまにこの布からはみ出ちゃってるところがあると、あっここ出てるんかいみたいになる時あるよねあるあるですね。そうなのよ、面白い。え、みんなさ朝起きるとき何で起きるの。うん、目覚まし、目覚まし時計、目覚まし携帯ですね。携帯だよね、うん、私もでも2個あります。私携帯と普通の時計と。でも10分おきとかに設定してます。え、だよね。何十個もある。そうだよ、私も1時間ぐらいかけて。もある。え、ちなみにさ、どんな音がさ、どんな音にしてる。普通のなんかジリジリみたいなやつです。ジリジリジリってあったっけ。ジリジリジリだっけ。なんか結構いっぱい種類ありますよね。そう、なんかさ一個さめっちゃ怖いのない。メーンメーンメーンみたいな。あ、ありますあります、あります。私あれが一番起きるんだよね。ちょっと警報っぽいですよね。あれが一番起きるなんかさ私黒電話でした。黒電話どういう音だっけ。あー、それね。それほんと頭痛くなるよね。これ結構それ結構ね、でもちゃんと起きるあ、これそれそれこ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 れが一番起きるんだよ私はこれ確かに怖い。もうこれやばいぞっていう感じ、うんいっぱいある。これね音によって全然違うから、うん、警報とかそういうな危険を察知するような音だったらパッと起きれるかも。そうですね、うん、やっぱね危険を感じないとダメよ確かに危機的状況は危機を感じればこうババッ
とこ動けるから、ね、あんまスッキリはしないですけど、ね、確かに確かにそうそうそう、でもまあおすすめちゃおすすめです ね、うん、はい、ということで、はい、こんな感じですかね。はい、ハロドラではこんな感じで皆さんからの質問や新コーナーのご提案、私たちに聞いてほしいちょっとしたことなどいろいろお待ちしております。はい、宛先はハローアットマークレディオハイフンネオドット JP、 HELLO アットマークレディオハイフンネオドット JP までお願いします。初めてのメール大歓迎です。件名は火曜日ハロドラコーナー名を書いていただけると助かります。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろ別れのお時間です。今回の放送はどうでしたか。今回あの咀嚼音初めてやって、うん、結構なんか三重と私候補で出てるじゃないですか、うんうん、私の回がなんかこういう食べ物がある回が多いみたいで、ね、あちょっとラッキーと思って、ね、また言われる、また言われるね、また言われちゃ ちゃうてな感じで、この番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています、はい、ハッシュタグハロドラをつけてツイートもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。番組 D もリアルタイムで起きて見ているそうですので、うん、はい、なんなりとご意見お待ちしております。リツイートされた激レアです。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。それではここでお知らせです、はい、椿ファクトリー今回たくさんお知らせあるんですが、はい、まずは現在行っております冬のハロープロジェクトのコンサート全国で行わせていただいていまして、はい、福岡、宮城、広島、北海道、岐阜とたくさん行きますので楽しみにしていてください、うん、そして、椿ファクトリーの春ツアー、ライブツアー2019春ランマンがですね2月22日メジャーデビュー2周年記念のスペシャル、ライブからスタートいたしまして全国14カ所回らせていただきます。こちらも初めて行く県などたくさんありますので、うん、ぜひお近くにいた際には来ていただけると嬉しいです、さらに2月22日にですね椿ファクトリーファーストオフィシャルブックが発売になります。今までアップトゥーボーイさんにて、ソロでたくさんグラビア出させてもらっていたんですが、はい、その総集編というかソロでの写真とかも、今までのまだ出ていない写真もたくさんありますし、うん、これであのオフィシャルブック用に新たに撮影したメンバー全員での撮影とかもあったりして本当に盛りだくさんとなっていますので、ぜひこちらぜひあのチェックしていただけると嬉しいです、そしてですねもう一つ、はい、原宿エリア級アネックスという場所でですね2月22日から3月31日まで椿ファクトリーカフェ、喫茶カメリアがオープンします。すごい、こちらもですねメンバーが、考えたオリジナルドリンクだったりとか、この私たちの楽曲にちなんだ名前のフードがたくさんありますので、ぜひたくさん食べたり飲んだりしてほしいなと思います。もしかしたら私たちも遊びに行くかもしれないですので、来店、はい、お楽しみにしていてください。そして2月27日に椿ファクトリー5枚目のシングルが発売になります。3回目のデートシーンはふわり恋時計の2曲となっております。この発売に伴いですね全国でリリースイベントも行いますので、こちらもぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。詳しくはハロープロジェクトのオフィシャルホームページをチェックしてください。はい、そしてピンククリスからのお知らせです、今週の木曜日1月の24日にですね対バンのイベントガールズポップスインパクトに出演します、はい、場所は渋谷のドゥオということでチケット一般発売しております、うん、開演が18時半からになっていますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてピンククレスはですね単独ライブが決定しまして、はい、タイトルがピンククレスライブ2019、チェンジプライドというタイトルになりました、うん、2月の15日新宿レニー、そして2月の24日大阪梅田トラットにて行います。こちらピンククレスのなんかこう変化だったりとかいろいろ見れると思うので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思います、詳しくはピンククレスの公式ホームページをご覧ください。はい、明日水曜日は中島さきちゃん、モーニング娘。から小田さくらちゃん、羽賀あかねちゃんの3人でお送りします、小田ちゃんはですね、はい、初ということで楽しみですね。どんな会話をするのか、うん、リスナーさん楽しみに待っていてください。それではハロードライブハロドラ火曜日はここまでです。ピンククレスの夏焼みやびとピンククレスの小林ひかると、椿ファクトリー尾形理沙の3人でお送りしました。それでは最後はまるちゃんの一言。おいしいやりたかった。